どうもタブヤンです。桃鉄セブン元気にやっていきましょう。あ、バブル経済が終わったって感じかな。はーい、地道な努力ね。さあ42年目、あと8年ですね。現在ね、九州にいます。まあ、全員の位置関係を確認しておきましょうか。全員九州にいたんですけど、なんとね、前回佐久間さんがね、ワープ駅使って借金ゼロにして、しかも、札幌のゴール手前までワープしていきました。ということで、もうこれできるだけ札幌に近づいておいた方がいいよね、ボンビー回避のためにね。どうしよう。あ、東京カード使うか。東京の方が近いよね。札幌まで54マス。あ、でもな、次の目的地見てからの方がいいかね。そんな感じがするね。オレンジカード使うか。かぐや姫とエンマよりもゴールに近づいておこう。あー、うそ。これは、ここはカード売り場に入ろう。売る。ワクチン、ブロック、両方いらない。私にディフェンスはいらない。あ、モモトラモンカード一応持っとこうかな。特製レイカード買ってあげたのにな。あー、あんまりいいカードないね、ここ。いつでもモモトラマンがね、使い切った後にもう一枚使うというね。モモトラマンだけはディフェンスカード持っちゃうね。急行カードしかないのか、オレンジカードじゃなくて。まあしょうがないな、これは。はい、やばい、これ4月に佐久間さんがゴールしちゃうと私にボンビーがついちゃう。あー、かぐや姫逃げる。あー、10マスは追いつかない。これはもう東京カード使うしかないか。もしかしたらカード、東京カード使って次の目的地がまた九州だったりしたらもう最悪だもんね。あ、エンマさんが後ろに下がったから、これはチャンスですね。特製レイカード何枚持ってるの。ドラマカードは売らない。あー、そっちの方がいいカード売ってましたな。ぶっ飛びカードもあるし。くっそ、まあ、九州でも全然買い物できるものはあるんだよね。もう一回カナリアシティ増資すればいいしね。さあ入るか。入らない、マジか。入らないか。佐藤さん、借金40億なくしたのはすごいよね。まあ寄付はしといてください。自分がゴールするでしょう。佐藤さん、問題は札幌の向こう側なんだよ。佐藤さん、もう札幌は君のもんと思ってるんだよ、みんな。あ、桃太郎グッズやね、1000万の。嘘、1000万の物件で9000億って。どんだけよ。あ、私のカボス、イエーイ。ここはね、あ、急行カード使うか。急行カード使って九州で買い物を終わらせとくっていう手もあるしね。あー、このカード売り場は入れない。あ、入れない。北九州の国王と呼んでくれ。あ、テレポートカードやった。なんだったっけ、もう覚えてない。テレポート、どこにテレポートするんだったっけ、覚えてないな。どこだったかな、テレポート駅ってあったっけ、覚えてない。あ、そんなとこにカード売り場あったんだっけ、沖縄のとこに。
沖縄のカード売り場なんだけど品揃えは普通だね。かぐや姫ぶっ飛びカードは使わないんだ。あ、特急カード3連発だ。これ来るな。私がボンビーついちゃうな、これ。わあ、17はでかい。逃げられたー。あー、しかもカード売り場いいとこ止まるねー。でも地上から行くっていうのがちょっとね。私の方が弱いね。カードがテレポートカード確認してみようか。もうゴールしちゃう。ああ、よかった、まだ。ビクビクするな、これ。ボンビーつかないことがやっぱりね、勝利への道ですからね。あと8年。大逆転カード、恐ろしいカード手に入れるな。いっぱい持ってるじゃん。あ、捨てるの。私だったら絶対損害保険カード捨てるけど、お金がない。売れる物件またマイナスか。あらららら。さあ、私はちょっとテレポートカード、確認したいと思います。どうした。ああ、桃空、沖縄。ああ、沖縄独占物件12億、それはダメだ。本間社長のキトラマン。あ、私桃トラマン持ってないのか。マジかー。佐久間さんも持ってるな、ミドトラマン。ああ、私も だよね、青トラマン。よし、行く。当たり前だよ。行け。この青トラマン強いからね、3回ぐらい買ってるから。行け、青トラマン、骨は拾ってやる。あー、負けた。ここで負けた。卵に負けるなんて。まあ、いったな。でも買っといてよかったね。その前にちょっとテレポートカードを確認しよう。他の社長さんのそばまで飛んでいくことができる。誰のとこに飛ぶんだろうな。とりあえずモモトラマンカード使おう。あ、ちょっと待って、先にテレポートカード使おうか。いやー、これ佐久間さんが今ゴールしたら私最下位でしょ。あ、でも最下位になってボンビーついてからテレポートしてもいいかね。モモトラマン使っとこう。はい、よし。でも青トラマンはいつ出動してくれるんだろう。来月出動してくれるのかな。それともギリギリになってまた桃太郎がアナウンスしてから。うわー、だいぶ進むね。それで追いついたらすごいことだけどね。かぐや姫、九州から鹿児島から追いつくなんて、そんなことある。テレポートカード誰に飛ぶかが問題だよな。選べないんだろうね、多分。あ、すごい勢いでもう追いつけない。あ、倉敷、自分のとこ増資ですか。おお、やるね。倉敷だけが最高まで増資された。ゴールしないで。あー、ゴールした。あれ、今、あ、そうか、あそこ札幌は一周できない。夕張は行き止まりなんだよね。ループしてないんだな。受けないよね。よーし、テレポートカード使おうかな。
できれば佐久間さんのとこにテレポートしたいよね。もう一気に。はい、お願いします。青トラマン2、2連敗は許されないぞ。青トラマン行け。沖縄の平和を守るんだ。え、青だと、ま、勝てないのか。うっそ。2連敗何してんの青トラマン。マジか。沖縄が危ぶまれてる。テレポートカード使う。誰にぶっ飛ぶ。どこだ。かぐや姫のとこ。そうか、つまんないとこに一番飛んだな。久しぶりだね。フェリー好きじゃないんだよね。マジか。おい、どうしようかな。これ関西から地上に戻ろうかな。マジか、これ弱いね。やばいこれ。あ、私が一番遠いんじゃないこれ。まあ行ったな。アウトラマンなぜ負けた。引きずってますね。アウトラマン、オモトラマン2連敗が。マジか。カード売り場あと6ヶ月ぐらいいけるかな。なかなかゴールしないねこの人。佐久間さん落ち目だね本当に。損害保険カードくれたの、いらないわ。ダイヤモンドカードぐらいくれ。カード持ってんのはエマさんだけか。札幌は23マスか。どうしよう。お金使い切ってないんだよね。120億。もう東京カード使って買い物しとくか。地味に追っかけてもな。でも追っかけようか。流れで追っかけましょう。テレポートカードを使った分、こっち行ってもな。よし、黄色いいぞ。来い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 。夢の刀狩りカード。ダイヤモンドカード奪いたいね。刀狩りカードで。あ、キンキーカードも持ってるのかぐや姫。奪いたいな。特急カードでは追いつけない。追いつけない。あ、ゴールする。あ、これかぐや姫リーチですね。佐久間さん落ち目。本当に追いつかれるとは、あの状態から信じられんね。エンマさんと勝負なんだよね私。あのボンビーつくかどうかの。うわー、9はきついな。これは追いつけないぞ。サイコロ次第だね。まあいつもサイコロ次第なんだけどこのゲーム。そんなこと言うと、まだゴールできない。お払い、うん、佐久間さん自身お払いしてもらった方がいいよ。特製デカード、まあ、必要だけど特製デカードは佐久間さんには。ダイヤモンドカードやっぱり持ってるじゃんね。いやー、3人で2枚のダイヤモンドカードあるからそれ奪いたいね。刀狩りカードで。やばい、今年の買い物も終わってないし。あらまあ、かぐや姫7億の損害。
かぐや姫もあんまり買い物できてないしね。17マス。ここはでも急行カードで刻んでいく。最高じゃん。12出ましたよ。エンマさんより私の方が上だったな。4。どうしようかな。あ、池田に入れる。池田初めて入ったかも、私自身。あらまあ、売り切れてる。あ、ゴールできなかった。かぐや姫も一発では無理でしたよ。さあ、私もゴールの可能性あるよ、これ。あと北海道の物件をね、物色しましょうか。うん、そっちの方がメインかな。さあ、これで全員北海道来るか。お、8マスで、あ、上陸、全員北海道。お、乗船記念。大したことないな、ブロックカード。あ、やっとゴールした。全員を北海道に呼び寄せてからゴール。これ私がボンビーだね、多分。マジか。え、ボンビーかな。ほとんど差はないんだけど。誰がボンビーだ。ああ、私か、やっぱり。くー。悔しい。なすりつけてから出ないと。東京カードでぶっ飛べないという。どこだ。あ、しかも釧路、私の方が近い。北海道対決始まったか。さあ、これ直接ゴールしないと。釧路にボンビーついてるからな。どうした。ああ、今年は東京か。ゴジラ松井、そろそろ買ってくれよ。もう負け3連敗中だよ、今3年連続負けてますよ。おお、初回に6点入れた。気持ちが入ってる。さあ、このまま押し切ってくれ。追加点入れて、よし。久しぶりの勝利。ゴジラ、やっぱりゴジラは強い。ありがとう、松井選手。殿堂入りもしたからね。さあ、釧路まで3マス。普通にサイコロ振るか。ほい、4。最悪だな。これなすりつけようか。なすりつけようかな。はい、最高のカード来い。関東カード、ああ、東京カードと被ってるね、機能が。2回も関東いける。買い物がお互いできてませんね、今年は。あ、白浜のホテル10億売った。これはでかい。やっぱりボンビーはしっかりなすりつけとかないと。かぐや姫もなすりつけた方が良かったのにな。ゴールできない場合は。さあさあさあ、移動系カードエンマさん減ってきたね。ゴールできず。さあ、誰が釧路にゴールするか。佐久間さんが久しぶりにボンビーついてないの見たね。お久しぶりだね。さあ、北海道物件結構あるのに買えないという。沖縄か。あ、違うのか。え、富
士山だってこれ大変なことになるんじゃない？富士山ってそんなことある？え、これ周囲の日本一の甲府、あーやっぱり複数だ。甲府、熱海、静岡、うわこんなことあるんだ。被害総額タブヤン2億、損害保険カード、あやった、かぐや姫2750万、エンマ6000万、おお富士山噴火、物件はなくならないんだよね。よし、どうしようかな、オレンジカード使うか。7出しゃいいんでしょ。ゴールしとこうぜ。ほい4か4ね、ちょっと待ってね、どうしよう。1、2、3、4、フラノ、あー20億、あとはアバシリ10億、発火工場、釧路、あ釧路もう売り切れてます。エリモン岬で、富良野で買い物だな。買えるだけ買う。スキー場に増資、はい。北海道はかぐや姫の地域だからね、ちょっと取り返したいよね。取り返すというか奪いたいよね。あボンビーなすりつけ、独占物件よりもなんか分け合ってるとこ。あ銀河鉄道カード久しぶりに来たね。マジか。どうしようかな。あ1進めるカードを佐久間社長にプレゼントなんで、最悪じゃん、次ゴールできたのに。エンマさんついてないのかついてるのか、銀河鉄道を手に入れてゴールできる位置進めるカードを渡してしまうという、激しい戦いですねこれ。未だかつてないぐらいいろいろ織り交ざってるな。ちょっと私刀狩りカード使おうかな。銀河鉄道カードを使う前に、あ、おもちゃ工場の新製品来た。でも富士山の噴火で大変なんじゃないのここ。そんな余裕あるのかな、復興作業してるんじゃないの。これもう9億いくんでしょうね。いくよねマックスね。はーい、もう使っちゃおう、刀狩りカードいけ。ダイヤモンドカードか銀河鉄道カード、いっちゃえ。エンマの便利系カードいいね。あ進行系カードあれ、あブロックカード持ってたのか、なんだなんだ寂しい。刀狩り2枚も3枚も必要だね、刀狩りカード。くそー守られたか。ゴールできず、すごい入り乱れてますなこれ。4人で、誰がゴールするか。全員運がいいはずなのに誰もゴールできないという。今年中にゴールできるのか。全然買い物ができておりません。あげましておめでとうございます。あ沖縄か、あ違うのか、関連税制の発達で、おお2018年と同じじゃないか。
ああ、なになになに。記録的な大雪、スキーヤーは大喜び。おお、2億の臨時収入。さらに2億。さらに2億。6億ゲット。白まで7マス。もう使い切るよ、オレンジカード。7出しちゃってください。5か。これどうなるんだろう、ボンビつくのか私に。あ、つくね。じゃあ嫌だ、こっち行こう。あ、冬マスか。じゃあこっち行こう、こっち逃げようか。札幌に。札幌でも何にも物件買えないんだよね確か。あ、ビール工場だけある。よし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 、20億自分のとこに増資。あと80億。あと残すは2月だけ。どっかに入りたいな。買い物したいな。あ、ゴールできず。あ、ダイヤモンドカード売れるんじゃない。ダイヤモンドカード、特急カードはいいけどさ、エンマさん。あれ、売らないの、なんで。意味がわからん。あ、刀狩りカード怖いな。刀狩りカード捨てる。あ、もったいない、私にくれよ。でも結構ブロックカードが流行ってるね。ブロックカード禁止にしたいな。あー、忘れた頃に沖縄が壊滅しました。青い物件マジか。もう沖縄行かないかもしれないのに。あー、頑張ったんだけどね、青トラマンの。さあ、オレンジカードでゴールはなかなか難しいね。8、これサイコロ2つになることでね、12分の1になっちゃうからね。ああ、ダメだ。だんだんゴールから遠ざかってる。ボンビー避けてると。でもまあ避けようかな、安全第一で。来い。あ、ぶっ飛びカード。ぶっ飛ぶカードは3枚あるんだけどね。ゴールしてからぶっ飛びたいんだよね。誰もゴールできず。なんだこの戦い。特急カード補充ですか。これ長丁場になってますね、この北海道対決。でもボンビーちゃんと下げてるからね、これ地味にね、ボンビーで。だってあの沖縄が12億の損失だけど、物件1個売られて10億マイナスの方がでかいよね。地味だけど。10億売られる方が、10億で売られるってことは20億の物件だからね。はい、私のトマモへようこそ。終わりですか。あ、まあまあ、前向きに考えたらね、貯金したということでいいんじゃないでしょうか。貯金しないと東京の物件とか買えないからね。決算。あ、全員プラスですか。ほうほうほう、よかったね。でもあまり私とかぐや姫は伸びませんでした。198億。お互いお金を貯めた状態にの、まあ、こういう年も
要っちゅえば必要ですよね。さあ、総資産1600億800億、あ、ちょっとダブルスコアに戻ったから、うん、ちょっと差を広げたんじゃないか、うん、収益の部分かな。高額物件には変わりないですね。そして北海道を奪いました。やった。結構スキー場っていうかビール工場かとかと増資したからかな。ほとんどでも差はないでしょうね。中部地方を奪い返せば国王のねプライドが保てますね。機会があれば行きましょう中部地方。それではまた、さよなら。残り8年。